親は完璧に愛することを知らないので自分が思ったようにねその時に愛されないそこから自分のことをね偽るようになるんですよこんにちはカウンセラーの山本恵美です今日は「親との関係はパートナーとの関係に投影します」という鉄板話題なんですけど私たちが一番愛してほしいかった人 大好きな人って、両親なんですね。その両親との関係、だから、愛して欲しかった、すごい好きだった人に愛してもらえないことって、すごく恥ずかしいことじゃないですか。例えば告白して、ダメって、オッケーもらえないと、恥ずかしいなっていう気持ちになると思うんですよね。それが、子供の時から親に会って、大好きな人なんだけど、親は完璧に愛すことができない、愛することを知らないので、 えー、自分が思ったようにね、自分が考えてたような愛し方はしてくれません。どんな親も。で、その時に愛されない。だから、そこから自分のことをね、偽るようになるんですよ。いい子にしなきゃとかもそうだし、私なんかは親のね、話を聞き続けなきゃっていうのもありました。えー、その、どちらかといえば家でソーシャルワーカーみたいな、みんなの悩みを聞いてあげる。そういうのが得意な。 子供だったと思うんですよね。親の愚痴をずっと聞いてました。ねでもね、親はね、すごい怖いことに変わってくれないんですよ。当たり前なんだけど、どんなに愚痴を聞いてもね、ずっと不幸なんです。うちの親は。母親は。で、やっぱり好きな人だから幸せになってほしいんだけれども、そこで自分に対する無力感とか無価値感が出ます。だって欲しいものはどんなに頑張ったって手に入らないんだもん。 いい子タイプだといい成績を取るだし、私みたいだと人の顔色を伺って話を聞いてあげるだし、親が喜ぶことをしてあげるとかもそうだし、まあ、ある一定の,の人はね、その親に立てつくことでそうやって注目を浴びたいって思うから立てつくことであったりとか、あとは無視するっていうか、もう何にも聞こえないふりみたいなのをし続ける。 傍観者で居続けるっていうのもあります。いくつかのその、インナーチャールドの役割みたいな、見えない中の役割をやってしまうんですね。その関係を新しいパートナーにも持っていきます。パートナーは父親ではないのにもかかわらず、父親にもらえなかった愛情や注目を欲しがるし、もしくは母親ですね。 母親にして欲しかった言葉をかけてほしいとか、自分がもらえなかった愛情をパートナーに探すようになります。穴を埋めるっていうか、で、やはりパートナーはね、親ではないし、穴を埋めるようなツールではないんですよね。だから、利用してるみたいなことになってしまいます。その、親との関係っていうのの考え方の癖っていうか、人間関係の思い込みってあると思うんですよ。私の場合はソーシャルワーカーで、例えば、 いくら話を聞いても人は変わらないんだって、いくら私が頑張っても人は変わらないんだっていう思い込みがあるとしたら、パートナーとも言ってもどうせわかんないしこの人とか、<laughs> 本音を言ったら怒られるから言わないようにしようとかもあるかもしれないですね。そうやってですね、親との間に起こった生き残り術っていうのを、やはりパートナーともやってないかっていうこと、その癖なんですけどね。 それをやることによって自分らしく生きたりとか、本当の関係性っていうのを作るのが難しくなります。その考え方の癖なんで、事実ではないものを見て、事実でない関係を作るんです。でも、親の考え方とか、親の常識なんで、人は絶対裏切るのよって思ってるようなことを教わってきたらですね、いつか絶対うちの旦那さんを裏切るんですよ、みたいなことを本当に言ってる方もいます。 どんなに愛してて、どんなにいい人で、どんなに二人の間を頑張っていたとしても、そういうふうにどっかで思っているとしたら、やはりその関係っていうのはすごく脆いものだし、自分も常にこう、何か守らなきゃいけないっていうような苦しいものになるんですね。その思い込みっていうのは本当にあるものではないんです。だから、その、いつか誰かを裏切るだろうっていうのはない。でもその思い込み前提をもとにして生きていくからこその、 まあ、わかりますよね。そんな風に、だって、自分がそういう風に思われて、いつかこいつ裏切るんだと思われて、うん、誰かと付き合うことってすごくきつい、辛いことじゃないですか。で、そういうことをね、してしまうんです、どうしても。その、親との関係がちゃんと見えてないと、っていうか、大人にならないと、っていうか、みんな持ってるものだと思います。いい思い込みだったらいいんですよ。うん。でも大体は、 あんまりいい思い込みじゃないんですね。私は我慢しないと愛されない。女性は本当に我慢かな努力かな犠牲かなそうしないと私は愛されないんだっていう風に思っている方が多いです。その思い込みを取らない限りは、いくら相手を変え続けてても、また同じことが起こっちゃうんですよね。もちろん、 最初はそれを信じられないし、難しいんだけれども、やっぱり犠牲。だから犠牲にならないと、誰かが犠牲にならないと幸せにならないんだって思っていると、犠牲になるから、自分はすでに犠牲者でいることを選択したりとかするんです。それはどうしてよくないかっていうと、パートナーを成長させることもやめさせます。なので、新しい関係を作っていきたいのなら、その思い込みを 手放す必要がありますね。これは本当に人によって違うので、カウンセリングとかね見、見るとね、すぐ分かったりするんですよ。あーって。で、自分でも、まさか私そんなこと思ってると思いませんでしたとか、よく鏡の法則とか私読んでたんですけど、全く分かりませんでしたって言うんですけど、その思い込みは人によって違くて、やっぱりいらないものなんですよね、本当に。 人間関係を壊すものだしだからそこはね自分を責めるとかそういうことではなくて、うんね、見つければねそういうの取るのって難しいんじゃないかと思うけど見えたらもう取れますから、うん、だから自分がどんな思い込みを持っているからこういう世界を作ってるのかなっていうのを一度見ていただくとねあのパートナーの関係もねすごく良くなるんじゃないかなと思いますなんかちょっとなんか。 心理学みたいな話はちょっと難しかったです。もうちょっと簡単に話せるように頑張ります。うん、ちょっとだけ。今日もご視聴ありがとうございました。